神の国体道路沿いにありますめんちゃん校庭にやってきました。さて今日一緒にリポートしてくれるのは初登場のこの方。どうもどうも、ミュージカルシンガーの佐伯舞子です。よろしくお願いします。やさあシンガーの舞ちゃんと一緒に、はい、めんちゃん校庭なんですけど、うん、めんちゃん校庭といえばね、もうね福岡出身の私たちにとっては小さい頃から馴染みのある、そうですね、美味しい家族みんなで楽しめる場所っていうイメージあるけど、またこうやって寒い時期になると、うん、そうそうそう、この看板見るとね入りたくなっちゃいますよね。なりますよ。まやちゃんもよく行きますか？行きますね、お友達とよく。ねえ、そうなんだ、うん、ちょっとね今回は冬の限定のグルメなどなどあるらしいので、おすすめメニューをいただきに行きましょう。行っちゃいましょう。はい。昭和55年に創業した博多めんちゃん校庭は、藤崎の本店をはじめ、福岡市内はもちろん長崎県佐世保市など7店舗を展開中。博多っ子なら誰もが食べたことのある、まさに福岡市民のソウルフードです。お話を伺うのは博多めんちゃん校庭の酒井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この天神店は人通りも多いので、はい、お客さんも多いですよね。そうですね、あの目の前にあのもう道路、バス停、ガーッと店があります、ね、うん、はい、たくさんいらっしゃいますよ、お客さん。ど真ん中、夜まで営業されてるんですか？そうですね、深夜までやってます。あ、じゃあすごいですね、はい、もうどんなパターンでも、はい、飲んだ後の二次会でも三次会でも、そうですね、もう3軒目、4軒目の方とか、時間を気にせず楽しめるっていいですね、うん、しかもこのお店のカウンターが一人も取れるんじゃないかなと思って。そうですね、女性のお客様のお一人様でこうゆっくり楽しまれる方も多いですね。あ、改めて、はい、特徴のあたりこだわりを聞かせていただけますか？そうですね、まあ、まず麺があのうどんでもないし、ラーメンでもないし、ちゃんぽんの麺でもない、ちゃんこ麺というオリジナルの麺なんですね。まあ、それを、まあ、鉄鍋でこうぐつぐつ煮込んで作るっていうのがやっぱ特徴的なのが麺ちゃんこ。一年を通していろんなめんちゃんこを楽しんでいただこうということで、まあ、いろいろ考えて出しております、じゃあ今日はちょっと冬の限定だったり、はい、いろいろおすすめのメニューがあると伺ってますので、はい、私たちいただいてもよろしいでしょうか？ぜひガッとお願いします。ガッとね、まあ、楽しみガッといただきます、はい、お願いします、はい、おい、来た、うわー、もうスープが赤いですよ。うわ、辛そう、いいですね香りが辛い、本当だ冬のおすすめメニュー、まずは辛麺。秋に期間限定で販売したものが大人気すぎて、なんとレギュラーメニューに進出。激辛大好きな真由子さんはなんと鬼辛をチョイス。しっかり唐辛子も入ってます。いい香り。もう私豪快にいっちゃっていいですか？もちろんですよ。辛いの大好きなんですよ。いただきます。どうぞ。きたきた。まずね、うん、鬼辛、辛さだけ感じると思うでしょ、うん、ガツンとお出汁きます。あ、へえ、そう、このね美味しい旨味が全部出たね、このお出汁を全部麺が持ってきてくれる、連れてきてくれる、美味しい。そして後からゴーって辛くなってくるこの辛さがまたねいい、喉にいい喉にいいの、うん、これいい声です。いい声あ、歌っちゃってもいいかな。歌っちゃって美味しいすいません、他のお客さん迷惑かかっちゃう。ちゃんぽん麺でもなくラーメンでもなく、うん、この独特のこのプリンとした麺に、うん、この旨味エキスがしっかり染み込んでます。美味しい。これでも私もっと辛くてもいけるかもしれない。本当、はい、じゃあ超鬼辛っていうのもあったよ、うん、ちゃんとお出汁の美味しさを感じられるから、うん、結構辛くても辛いの大好きな人にはおすすめですよ。へー、そうなんだ。続いてめぐみさんがいただくのは冬の定番、牡蠣を使った味噌牡蠣めんちゃんこセット。見て見て、牡蠣が中に、はい、しっかりプリンと入っておりまして美味しそう。
そしてセットですから、このめんちゃんこのこのお鍋の隣にもご覧ください。ドン、うわー、たくさん入ってる。プリプリ、大きいよね。クリーミー、おいしい。あの味噌といいお出汁をこうかきびしをたっぷり吸い込んでくれて、かきがもうプリンとして柔らかくてとろーりしてます。私大好きなこのめんちゃんこ亭のこのおいしい出汁、十数種類入ったこのうまみたっぷりの出汁にお味噌が入ることで、なんかほっと安心する、コクも出ていて、でそれに牡蠣のうまみもまた出てるの。これね、あのね、美味しさがいろんなところでこうあのギブアンドテイクしてね。なんて贅沢なスープなんでしょう。ね、あ、すごい、さすがね、やっぱりね、このお鍋に合うように煮込みにぴったりなような麺で作ってあるので、しっかりあの麺にも味がついてて、その味がね、もうね、麺を噛めば噛むほど美味しい感じ。あー、いっぱい噛みたい。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。あ、なんだろうこれ、こんなに大きいんだもん、牡蠣。あのご飯の、ご飯にも牡蠣の味染み込んでて、で炊き込んでる時に牡蠣にもそのご飯につける調味料とかの美味しいお出汁が入ってるから、牡蠣噛んだらすごい美味しい味がぶわって出てきて、それがソースみたいになるの。うわ、美味しい。びっくりした。うわ、これはいいですね。お鍋でも牡蠣が堪能できて、お出汁たっぷり、そしてご飯にも牡蠣、牡蠣尽くし、こんなにいっぱい食べられて幸せです。ねー、とことん堪能できる。さあ、そして博多めんちゃんこ亭では居酒屋メニューも楽しめるんですよ。ねー、お鍋だけじゃなくって飲めるっていうのがいいです ね、 ね、一品ずつ出していただいたんですが、こちらが天神店ならではのメニュー、めんちゃんこ亭名物のもつ煮込みです。いいじゃないですか、冬のお酒のつまみにもつ煮込み、ね、そしてこちらは、あ、私行け、こちらは、鶏天とニラ天です。ニラ天珍しいです ね、しかもね、このメニューはお昼もいただけるんですよ。はい、美味しそうです。なんかボリュームたっぷりですよ。カリッと上がってる。それではいただきます。いただきます。じゃあもついきましょう。染みてそうですね。染み取る、染み取る、柔らかいもつと大根にもうね、甘く煮たこのお出汁がじゅんわり染みてて、これはもうビールかな、ぐいぐいいっちゃいますね。つゆにつけていただきます。やわらか、サクッとした衣の中が、ふっかふか、羽毛布団みたいにふわっとしてるの。ふっくらしてるんだ。おいしい。これはちょっとね、人気なの分かります。これ普通にこれと白ご飯頼んで食べたい感じです。またニラの天ぷらっていうのも珍しいですよね。で、あの鶏天は大分名物ってよく聞くけど、左、あー、いい音。お野菜が美味しい。ニラがすごく香りがいい。サクサクの中にニラのふわっとしたすごくいい香りがする。めんちゃんこ亭って知ってる？もう国産のお野菜にこだわってるんだって。お野菜自体にも、
だからこうやってお昼にいただける居酒屋メニューで軽食にするもよし、うん、夜にいただけるメニューでお酒を飲んで一人飲みもよし、めんちゃんこ亭って家族みんなで楽しむところだと思ってたけど、いろんな楽しみ方があるんですね。今度からはお一人飲みですね。私通うかもしれません。そして博多めんちゃんこ亭はお持ち帰りコーナーも大充実。お店で使われている調味料はもちろん、お家でお店の味を楽しめる冷凍商品もたくさん揃っています。めんちゃんこをはじめ人気の居酒屋メニュー、麺のみの販売、中には容器をそのまま火にかけて煮込むだけで食べられるお手軽なものも、もちろんお店の大人気メニュープリンもお持ち帰り可能。お会計のついでに買っていかれる方も多いそうですよ。ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございます。今後どんな風に展開していこうと思われてるんですか？今やはりその麺居酒屋っていうような形で、夜は、ちょっと居酒屋メニューも出してるんですけど、やっぱ基本は麺ちゃんこなんで、もっといろんなね味の麺ちゃんこを出して、1年四季をね通じて楽しい麺ちゃんこを出していけたらいいなと思います。春夏秋冬いろんな麺ちゃんこを食べられるということですね。はい、じゃあ1年通すみんなでめんちゃんこ楽しみますね。お願いします。私今日であのめんちゃんこがさらに大好きになりました。通っちゃいますね。ありがとうございます。ありがとうございました。種類豊富で大充実の博多めんちゃんこ亭、期間限定メニューやキャンペーンなどの情報は SNS でも発信されています。人と集まることが多いこの時期、おいしいめんちゃんこであったかい時間を過ごしてみてはいかがですか？